レストラン。こちらはバークレーシャタッカーベニューとワードストリートの角にありますレストランキララです。3年前にリモデルされ、酒とワインバーも加わり、さらに快適で温かい空間に生まれ変わりました。毎晩入り口まで溢れ出ているお客さんの様子はバークレーの名物ともなり、しっかりとその名前が浸透しています。今年でオープン14年目を迎えたバークレーで人気の日本食レストランキララ。3年前にリモデルされた店内は、日本と西洋が入り混じったモダンなデザインでまとめられ、特に来店客に人気の酒バーはエレガントで洗練された作りになっており、リラックスできる落ち着いた雰囲気が感じられます。来店客には美味しいものを食べて楽しく時間を過ごしてもらいたい、オープンした当時の初心を忘れず守り続けてきたキララのモットー、それは来店客の気持ちを第一に考えた心のこもったきめ細やかなサービスです。私たちはやっぱりサービスというのは本当に大切だと思うんですね。でもそれプラス小さなこう心遣いっていうのがあっていいんじゃないかと思うんです。ただ普通にオーダーを取ってサービスするっていうのじゃなくて、やっぱりちょっとしたね、あ、お客さんの側になってあげて、それを私たちがお客さんにサービスするっていうのが本当のサービスじゃないかなと私は思ってます。高い天井のゆったりとした空間が広がるキララレストランは、ネタの新鮮さが自慢の寿司バー、そしてロバタグリルがメイン。特に焼いている様子が見えるようになっているロバタグリルはとても人気があり、メニューも約40種類と豊富。その中でも特にポピュラーなのがこちら、一番手前から鶏のひき肉をシソで巻いたシソチキン、自家製のタレに何度もつけて焼いた鶏は香ばしく、シソの香りも爽やか。つなぎに入れられた山芋が隠し味となっている、とてもジューシーな一品です。続いてはベイビーロブスター。シンプルにグリルされることでその甘みが一層際立っているこのロブスター、ガーリックやシーフードのブロスが入ったマヨネーズベースのソースがアクセントとなっている人気の一品です。ロバタメニューから最後はアスパラを牛肉で巻いたアスパラガスビーフ、塩コショウだけの飽きのこないその味付けはシンプルでオーソドックス。程よい硬さのアスパラとジューシーな牛肉は食べ応えも満点です。続いては人気のアペタイザー、タコの刺身と赤玉ねぎをコリアン風ソースであえたタコポキ。コツジャンの入った辛口のソースはタコとよく合い、その風味も豊か、お酒にもよく合うと評判のスパイシーなアペタイザーです。最後はデザート、マンゴープリン。爽やかなマンゴーの甘酸っぱさが口に広がるリフレッシングなこのプリン、甘さも控えめな日本人好みのデザートです。来店客への気配りが行き通ったサービス、ネタの鮮度の良さが売りの寿司や刺身、そして種類豊富なロバタ、どれをとっても長蛇の列で待つだけの甲斐はあると高い評価を受け続けているキララ。カジュアルでリラックスできるその雰囲気も人気です。キララは毎日営業、2100ワードストリートバークレーシャタックアベニューとの角。詳しくは東京テレビのホームページをご覧ください。 TTV ハローレストラン、今回はキララをご紹介しました。